はいどうもバサラーです。今日はですね、また iPad 系なんですけど、 iPad のこの Apple Pencil の、まあ、第2世代っていうんですかね、第2世代のこの Apple Pencil について、レビューしようと思います。でこれもまあ前回 あのキーボードのケースと同じように、まず開封の動画と、あと前のモデルですね、前のモデルとの比較があるので、まずそちらをどうぞ。それでは届いた Apple Pencil 開けていこうかなと思います。失敗した。これ途中で切れちった。失敗した。はい、アップルペンシルでーす。ここに束になって引っ張る感じですね。よっ。ほっ。ここには。はい、アップルペンシル出てきました。出てきた。この中は何なんですかね、この中はね。なんか、普通にマニュアルっぽいもん。いいですね、しまっときましょう。ここにタブがあって、ピントがなかなか合わないんですけど、なんか僕が思ってたのは六角形みたいな鉛筆みたいな形になってるのかなと思ったら、なんですかね、このアップルペンシルって書いてある面だけが、平らで他は丸いみたいな、そういう感じになってます。ここに貼り付けて、まあ、充電するって感じなんですね。ここはもうてっきり六角形みたいになってたら、まあ充電させる方向をこの方向だけにするためにここだけが平べったい感じですね。で、まあ、マットな感じになってますね。前の世代のと比べるとこんな感じ。長さがやっぱ全然変わったなっていう感じなのと、まあ、質感がこっちはあのテカテカなね、テカテカなやつがこっちはあのサラサラのやつになって、そうっすね、まあ、持ちやすい感じです。こんな感じですね。よりペンに結構ほんとやっぱ近くなったんだって感じします。こっちだとやっぱね、ちょっと上が重いんですよね。であとなんといってもこのねキャップをねなくすって心配がめっちゃこれはあったので、ないのでほんといいですよね。ペアリングしてみようかなと思います。お、くっついた。お、来た。このペンシルをお使いの iPad で使用しますか。接続アップルペンシルへようこそ。続ける。ダブルタップを試してみましょう。これもここでやっていいのか。お、できたできた。こうしてポンポンってやるとこっちのやつになって、黄色に戻ってポンポンってやると消しゴムになると。すごい。これで書いてポンポンってやると消しゴムに戻って消せる。書いてポンポンって消す。めっちゃ便利じゃないですか。めっちゃ便利。よきで完了。いやすごい、もうこれで一発でもう使える状態。素晴らしいですね。これ素晴らしい、体験としてすごく素晴らしい。あー、これは前のよりも絶対使うようになるな。これは、うん、これは圧倒的に使いますね。めちゃくちゃいいな。めちゃめちゃいい、うん、いや今までやっぱねペンがなくなっちゃうっていうのがね、ここ結構ね、結構しっかりついてるんですよ。結構しっかりついてる、取れるって感じはもう全然ないんで、まあもちろんバッグとかに入れてここがね当たったらこうやってスッてなっちゃうとは思うんですけど、でもスッてやっぱなりにくいな。結構硬い、結構マグネット強いぞこれ。なんでかなりいいですね。持ち運び絶対これ落ちないし。あ、落ちた。まあそれぐらい激しくやるとあれですけど、これぐらいだったら全然大丈夫、いけるわ。いやこれは使うな、これは使うようになるぞ。すごい。こっちの面でもいけるのかな。あ、こっちはいけないんだ。一面だけなんですね。ここだけなんだ。いやいい、いい。あ、でも若干ここでも ボリュームとかとぶつかるんだな。そこは若干マイナス、まあ、マイナスと言えないほどのマイナスなんですけど、まあ気になるんですけど、それ以外はもう完璧ですね。でしかもこれあれですよね、あれ転がる、まあ一応止まるんですね。ゆっくりだと止まりますね。早いとダメですね。今までのねこの転がりやすさと比べたら、まあまあまあ多少抵抗がある分ね、落ちな、うん、
まあ転がりますね。そこまでここの面の、あの平べったさで何かが鳴るっていうのはちょっとないかもしれないです。はい、というわけで、iPad とね、連携してみたりとか開封をしてみました。はい、いかがだったでしょうか。まあ前のモデルとね、まあ、軽く比較してるっていう感じなんですけど、まあ格段に、まあぶっちゃけこれデザインは、格段に良くなってるなっていうふうには、思います。でこの Apple Pencil も11月の、中頃ぐらいに来てるんで、もうほぼほぼ2ヶ月弱ですね。キーボードの方が先に来てるので、キーボードの方は2ヶ月使ってますけど、こちらは2ヶ月弱ぐらい、使ってるんで、まず2ヶ月弱、使ってみた感想を言っていこうかなというふうに、思います。まずこのアップルペンシルなんですけど、まずペンとしての、まあ、そもそもの書き心地みたいな滑らかさみたいなところに関しては、まあ、あの前のモデルとも何ら変わらないです。本当にペンみたいな書けるような感じになっていて、で僕の友達でこうペンで何か書くのが好きな友達に渡したら、まあ、すぐ書けるわけですよ。もう普通にそのノートのように、まあ、書いていて、なんか僕はあんまりノートに書いたりとかしないので結構ぎこちない感じなんですけど、まあ、そもそもそうやって、まあ、ペンを使う人が好きな人にとっては、まあ、すごく、書きやすそうに書いていたので、まあ、これの、まあ、能力としては、まあ、全モデルと変わらず、すごく書き心地に関してはいいんじゃないかなというふうに思います。良かったところ言っていこうと思うんですけど、開封のところでも言ってるように、本当にこうデザインとか、サイズ感ですね、サイズ感本当に良くなって、本当にただのペン、本当のペンみたいな風な感じの、デザインによりなったなっていうの感じとか、やっぱりマットになった感じとか、すごくそのデザインが良くなったなっていう風に感じます。であとはあれですね、ここのこれです、このくっつくやつ、このくっつくのはやっぱまあ最高ですよね。最高です。やっぱ前のモデルみたいにこう出ちゃうやつ、あの出ちゃうのは最低だなと思ってたんで、これでやれるのは最高ですし、これでもちろん充電できると最高なんですけど、やっぱりこう作業をしていて、ここで触ってこっちに戻すっていうのが、まあ、できるんですよね。この動きがすごいできるっていうのはすごく、いいなっていうふうに、思いました。ペンの置き場がやっぱあるっていうのはもうすごく、大きいことなんだなっていうふうなのが、分かりましたね、このモデルになって。なんで、まあ、より、まあ、使いやすくなったなっていうのは本当に思います。でここから少し悪いところを話していこうかなと思うんですけど、まずこのモデルになってからついたこのタンタンってやるとペンがその変わるみたいなの機能がついてるんですね。なんで最初にこう書いてるけど、こうポンポンってやると、それが消しゴムになってるみたいな状態のものが機能としてこれついてるんですけど、この機能なんですけど僕結構誤作動するんですよ。そのよくわかんないんですけど、あの、まあ、他にいらっしゃるかわかんないんですけど、まあ、僕の場合は結構誤作動してて、なんか握り方が悪いのか触り方が悪いのかわかんないですし、ポンと置いてすぐ持った時になってるのかもわかんないんですけど、何が原因で起きてるかわかんないんですけど、こう書いてる途中でうーんって考えてもう一回書こうとした時に消しゴムになってることがあるんですよ。でそうすると書こうと思ってたのにえってなるんですよ。えってこうはみたいな感じであーってなっちゃってて、なんかね、なんかそこら辺は結構ちょっとストレス感じはしたんですけど、ただこれは僕のあの書き方が、変な可能性はすごいあるので、他の人でねやっぱ起きてないので、まあ、もしかしたら僕の、原因かもしれないとは思ってるんですけど、あの、まあ、ちょっと僕の中で気になった点ではあります。でこれはあと Apple Pencil の問題でもないんですけど、まあ、この新しい iPad って古い Apple Pencil って多分使えないと思うんですよね。前の Apple Pencil ってそのあ、まあ、使いようがあるとは思うんですけど、なんかその Apple Pencil をここに挿した時にペアリングされるんですよね。なんでもしかしたらそのライトニング用のドングルとかつけて USB-C からライトニングに変えて、そこからこう挿すみたいなのがあれば、やれば、まあ、ペアリングできるのかもしれないんですけど、まあ、そのままじゃ多分できなさそうだなっていうのが思ってて、なんかこの iPad 買いました、前の Apple Pencil あるからそれでいいやってなった人ってなんかあれって思うんじゃないかなっていう風に、なんかどうやってやるんだろうっていうのは思う気がするんで、これは Apple Pencil が悪いというよりはなんかこう、まあ、iPad との連携の話だとは思うんですけど、なんかそこはちょっとだけ違和感を、なんか新しいの買わないとダメなのかなっていうのはちょっと思ったところです。で次に、この Apple Pencil なんですけど、なんか他の海外とかの、まあ、動画とかで結構見たのは、まあ、この Apple Pencil が、この iPad にとってのマウスだよみたいな話があったんで、まあ、僕もそういう風な使い方をしてみたんですね。なんですけど、このやっぱマウスっていうのは止めることができるんですよ。こうこの点で線を、まあ、こうドラッグしたものをここで落とすみたいなのってすぐ簡単にできると思うんですけど、とかあとはその僕動画の編集とかもしてたので、まあ、これ iPad で動画編集の時の動画みたいなので話そうと思ってるんですけど、そういうスクロールバーみたいなのをどかす時にペンだと揺れるんですよね。
マウスだと止められるんですけど、ペンだとこの払いみたいな部分も検知しちゃってるんで微妙にずれるんですよ、 0.2 秒とかで。そうするとこうなんかこうああみたいな感じになるので、そんなにマウスとしてこれは機能してるかって言われたら機能してないと思います。これはペンとしてやっぱ機能してないと思うので、なんかそのこれをマウス的に使うとかっていう発想はちょっとやめた方がいいんじゃないかなと思ってて、逆に僕は指だった方がやりやすかったです。なんであんまりその操作させるためのものとしてこれを買うのはやめた方がいいかな、あくまでこれはペンとして買った方がいいなというふうに思います。まあ僕はね結構ね特殊な使い方だと思うので、まあ、そんな人いなくてみんなねペンとして使うとは思うんですけど、まあ、僕はもうちょっとね違う方法でも使えないかなというふうには思っていたので、ちょっとそこは残念ポイントだったなという感じです。でまあそれ以外はまあ普通ですね。普通と言ったら変ですけど、まあすごく書き心地がいいので普通も何もまあ本当グレートな素晴らしい製品だとは思うんですけど、まあちょっと高いかなぐらい、ちょっとなんで値上がりしたんだろうなっていうのはちょっと思いますけど、まあそれ以外はまあ非常にいい製品なんじゃないかなというふうには思います。でじゃあ Apple Pencil じゃ買った方がいいのかっていうふうなとこなんですけど、まあ iPad を使ってやっぱり手書きが今まで多くて、例えば紙で書くことが多かった、手帳を使ってるみたいな人は手で書くことにはそもそも慣れてると思うので、まあ、Apple Pencil 買った方が買うと、まあ、よりこの iPad を使いこなせる幅が広がる可能性はあるので、もともと手書きが好きだった人は、絶対買いかなというふうには思います。でじゃあ逆にね、逆に僕みたいなキーボードしか使ってないですよと、キーボードとマウスしか使わないですみたいな人からしてみるとですね、まあどこで使えばいいんだろうなっていう感じは、しますね。まあぶっちゃけた話、まああんまり僕のでの活躍の幅はないですね。幅はないです。まあぶっちゃけね、コロコが活躍してるってところはちょっと僕には少なかった。少なかったですね。少なかったです。なんですけどね、まあ人によっては手書きで書くっていう人が好きだっていうのもありますし、まあ僕の友達にね、触ってもらった時にも、すごくすぐに本当に何も考えずに普通のノートのように使ってて、やっぱアップルペンシルすげえなってちょっと思ったんですよ。あんな風になんかこうナチュラルに紙のように使ってるっていうのは本当にすごいなって思ったので、まあ手書きが好きな人でも本当に、しかもその人のそのなんていうんですかね、まあ、普通に紙としても書いてるような感じなんで、文字もなんか綺麗ですし、いや僕文字めっちゃ汚いんですけど文字も綺麗に書けてますし、すごく書き心地はやっぱいいんだろうなっていうふうには改めて、思いましたね。はい、いかがだったでしょうか。まあ、僕がね、Apple Pencil を2ヶ月弱、まあ、使ってみて、まあ、実際どうだったのっていうところを少し、話させてもらいました。まあ、何かね、Apple Pencil を買おうかなと思ってる人の参考になればいいなというふうに、思います。はい、この動画ではこういうね、Apple Pencil とか、まあ、このキーボード、まあ、iPad も含めてですけどね、こういったガジェットのレビューを、しているので、ぜひぜひ、面白かったなと思ったりとか、まあ、少しはまあ参考になったなっていう人は、ぜひ、グッドボタンを押してもらえると、僕のモチベーションめっちゃ上がりますし、チャンネル登録とかしてもらえると本当に、さらにベルもね、ベルも押してもらっちゃうとね、僕の、モチベーションが本当に上がるので、ぜひぜひ、登録をよろしくお願いします。それでは皆さん次の動画でバイバーイ。